というわけでございまして、株式会社、え、何、どっちだっけ、長崎放送株式会社って、先週も口を酸っぱくして言ったでしょ、あなたね、20年ぐらいも勤めてんだから、覚えなさいよ、いい加減長崎放送株式会社、そこ、ネタにしちゃいけないとこですよ、あなた、ちょっとカメラの画角があなた、キカラちゃんに隠れてますね。 セルフサービスで、ね、動かしてますね。はい、こちらは長崎県長崎市上町一町1-35長崎放送株式会社本社ビル7階にあります第1スタジオからユーストリーム生配信でございますございます,ございますよ今日はですね、えー、久々の電話インタビューでございましてですね、はいはい、先ほど打ち合わせをしました。 いいやないんやとか歯に気抜きせずとはこのことかというようなですね、スパスパスパッとこうお話になるタイプの方でございますね。今日はどんなお話が出てくるのか、ああスーパーにも出てますけれども、模型情報を元編集長の加藤さんにお電話つなぐわけでございますま。模型情報、それから B クラブのね編集長も務めてらっしゃいますが、私のようなですね、もうガンダム少年にとっては憧れの方ですね、本当にね。 この,の方何人かいらっしゃるんですけども、もうまさにその中のお一人でございます、はい、模型情報でやっぱりね、プラモデルの情報を得てましたからねっていう、これ以上の話はちょっと本編でしたいと思いますお願いします、<laughs> ぜひ、何をベラベラ喋り始めているのかと、私は今、はい、思いました多分あれじゃないですか、職場の方々も皆さん、ひょっとすると、もうユーストリームをご覧になってる可能性もありますね見せたくないって言ってました、そ,ちあそうで,すかでも、きっとご覧になってると思いますよ。 どういう,こうやり取りになるのかというのは注目されてると思いますのでもうすっと本編にいきませんかいきますか、はいろ、はいろ前するとよくないですかっか。えー、ね、喋っちゃうと、ね、よくないですからねでは粛々と進行してまいりましょうはい「聞かせられないラジオ第226回長崎佐賀のオンエア」は8月10日土曜日夕方4時から長崎佐賀の再放送は 11日,日曜日の午前0時から山梨放送と岩手放送は8月17日の土曜日北陸放送と宮崎放送は8月18日日曜日の放送です。 聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。<noise> <noise> NBC 長崎放送アナウンサー林田重一です。村山宏之です。聞かせられないラジオです。 極めてオタクオーバーホーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合いますそうよこんな話簡単には聞かせられません聞かせられないって言ってるのに林田さんはい腰も今年もじゃないや今年も <laughs> お正月ですか気分は いやまあ夏真っ盛りでございますけれどもね、えー、<laughs> 8月に1月気分っていうのも全部の時差が終わりになるもと、はいはい、今週もですね、えー、全国各地からまた世界各地からメッセージを頂戴してまして、はい、アメリカからも届いたりしてますがアメリカのメッセージがちょっと長いので来週に回しましてですね日本国内の方のメッセージをご紹介しましょう。はい、ラジジオオネームガオムーームムガさんですす久ししぶりにメッセージします コンビニの店員から公務員にクラスチェンジしたので、木ラジをリアルタイムで聞くことができるようになりました、めでたい、どういうことなんでしょうか、ねえー、職業を変えたということでつまり土曜日の夕方の長崎の本放送の時間帯にラジオを聞くことができるようになったっと,な、ね、ということなんでしょうね、おそらくね、木、えー、ラジエリートの方でございましょう。のため 汚れた部屋と書いてお部屋と読むんだと思いますけれども押し入れのコスプレの衣装を処分しました 2>, <laughs> 2万円になりました <laughs> <laughs> 売ったんだね200万はかけたような気がする、えー、おお、やっぱ高いんですね結構ねコスプレの衣装ってね自分で作ったわけじゃなくて購入して揃えたわけですねそうですね、えー、きっとそうなんでしょうね思い出はプライスですそのとりですが大野さんえでもこだわるものですよ この大事にしていたものがこの価格しかないのかっていうのは結構、ショッキングなことだったりしますけど、ね、200万が2万円と思うとね、結構重たくもありますが、いやいや、思い出はお金にできませんよ、かおむーさん。いよかった、よかったということで、ホームページ参りましょうか聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、MRT 宮崎放送、IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送そして NBC ラジオ佐賀以上5曲をネットしてお送りしますまったく聞かせられないラジオで <laughs> <laughs> そおおおよくおお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 お 聞かせられないラジオ <laughs> そっちこそ聞かせられないラジオ <laughs> <笑><笑>今週のテーマは「昔の模型紙編スペシャル」「模型情報元編集長加藤聡さ,さんのインタビューでございます」 いやなんとなんとなんとですよ、うん、現在、加藤さんが社長をしてらっしゃる会社の広報担当の方が、ら強をお気になっていて、よかったらうちの社長にインタビューしませんかと、あちらからご連絡をいただき、今回の電話インタビューとなったわけです。ご電話をいただいたただわけですね向こうから <laughs> 願ったり叶ったりでございますねまさか予想もしていなかった展開でございます、はい、加藤さんが社長を務めていらっしゃる会社株式会社キャラーニでございますインターネット通販キャラーニ .com の運営をはじめキャラクターグッズやデジタルコンテンツの企画制作製造販売を手広くやってらっしゃいます加藤川書店グループの会社でございます、はいはい、お電話つながっております加藤さんこんにちは あ、こんにちは、加藤です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。はじめまして。加藤さん、はい、私村山でございますけれども。ま、はい、何とも言えない感慨、興奮に積まれております。<laughs> いやいや。<laughs> うん、だって、あの、加藤さん。はい。編集長って呼んでいいですか、編集長。いやいや えー、昔は編集長でしたね、加藤編集長、はい、私たちですね、ガンダム少年、模型少年にとっては、ですね、はい、模型情報というバンダイが発行していたあの冊子はです、ね、本当に楽しみにしてましたもんあ,ありがとうございます、昔の話でちょっと忘れてますがね、もういえいえ、大丈夫ですよ、ちゃんと加藤さんのもとには、ですね私がモデルグラフィックスで読み取った加藤さんの当時のインタビューを資料として送っておりますので。<laughs> ね <laughs> え？村上さんがなんか当時のことを資料送ったんですか？送りました。なんかを<ー>覚えてらっしゃらないということだったのかな。そ,うそ,うそう覚えてないですね。はい。<laughs> ああ、それでもうだいぶ読み返って、ね、今日は多分ね、あの読み返ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あのー、そもそも模型情報というこの冊子はですね。はい。ええー、当時バンダイからあのー、模型会社から発行されていた1979年から始まった本だと思いますけれども、当初は、ね、はい、あの加藤さんがお一人で作ってらっしゃった そうですね、あの入社してまもなく、先輩社員がしたあの新製品ニュースっていう問屋さん向けの、えー、チラシのようなものがあったんですね、はいはい、月に1回発行して、ええ、片面がスケールモデル、片面がキャラクターモデルの新製品を案内すると、ええというものだったんですけれども、あのーまああのー、PR 紙を作りたいと私は思ったんです、まず参考にしようと思ったのが、タミヤニュースですね。あ まあ当時のプラモデル業界というと、もうタミヤ模型というとね、三千とんと輝く巨人みたいな感じで、んみんながこうあ、憧れるわけですよね。ね<え>あのデザインセンスというか、開発姿勢というか、はい、みんな模型メーカーはタミヤさんを目指していた目標に、はいはいで。私もそのタミヤさんにはかなり、えー、まあ、はっきり言ってファンですね、タミヤファン見たところがありまして、<laughs> で、まあ、PR ルを作るときに、 タミヤニュースのようなものを作りたいと思ったんですが、えええー、どう真似してもうまくいかないだろうと。はあ、ということで、真逆のですね、えー、漢字四文字、模型情報という、まあ、かなり、えーまあ、ベタなタイトルで、しかも縦組みという、タミヤニュースの反対のようなことをやってみようというふうに思ったわけです、ね、ああのサイズはちょうど B5 の半分ぐらいで、タミヤニュースと模型情報、同じぐらいのサイズだったとそうですねあの、いわゆる封筒に入るサイズですね。はい はい、あなるほど、タミヤニュースはカタカナでバンダイの模型情報は漢字だったわけですね、そして縦組、はい、横組の違いがあったと、えー、加藤さんが株式会社バンダイ技術部デザイン科、反則係時代のお話ということですが、その模型情報がなんといっても評判になったのは、やっぱりガンプラブームを抜きにしては語れないと思うんですが、聞くところによりますと、はい、ガンダム放送当時、 加藤さんはガンダムのことを知らなかったそうですね、そうですねあの放送時間5時半ぐらいですかね、はい、ですから、まあ、仕事を一生懸命やってるんで、そのビデオで録画するというようなこともしてなかったんで、はいえー、知らなかったんですね、で、模型情報編集部っていっても私一人なんですけども、えええー、そこに読者からこう、すごいよ、ガンダムっていうのは面白いんだよ、ね、ぜひ商品化してくれっていうのはいっぱい来まして、ええ、それでおっと思って、えーまあ、開発の方と一緒に。 ガンダムやろうよって話になったのを覚えてますね。ということはガンダムの開発は模型情報の読者がきっかけになってるわけですね。そうですね。かなりあのユーザー読者からの声が、えー、大きかったと思います。林藤さん、これ貴重な証言だしね。そうだね,ね。すごいな。そしてあの伝説の300円の144分の1ガンダムが発売となったわけですが、当時の反響というのはすごかったでしょう。 えそうですね、一部の人たちからは、ね、かなり、えー、よくやってくれたというのがあったんですけど、えー、爆発的というのは、ちょっとタイムラウン年末に映画三部作みたいなのがありましたあれからですかね、年が明けて、全国的に爆発的ブームになったというのを記憶してますねということは、やっぱり最初、喜んでいたのは、例えばホビージャパンを毎月読んでるような、マニアックな人たち。 はあね、そうですか、ガンダムの映画が、3部作が公開される頃から段階的にそう,そうですね一気にいったって感じですかね、まあ、ニュースの映像にもなりました、売り場の行列とか、えー、あとあの、静岡のバンダイの工場を直接訪ねてきたファンもいたんだそうですね、はい、そうですね一番驚いたのはあの、北海道から車を飛ばしてきましたと、<え>えー、確かに札幌ナンバーでしたね。<laughs> <laughs> すごかったですよそれは何を見せてくれってことだったんですかいやあのー、売ってないんで直接買いたいんだと<ー>買い付けに、ええ、買いに来ましたあの加藤さん私長崎なんですけれども、ええええ、長崎でもやっぱり噂があって、ええ、静岡工場に直接行けば買えるらしいのっていう噂がね <laughs> 確かにあったんですよ <laughs> 実践した人がいたんだいたんですよきましたきました、ええ、はあ まあ、もう当然、買えなかったんじゃないかと思いますけれどもそうですね体をしたかちょっと忘れちゃいましたけれどもだってあの一つのオペラモデルにつきいわゆる金型っていうのは一つですから生産量って限られるわけでですすよねねそうですねものあの一生懸命打っても、えー、2000個かあ1日に。 2000個ぐらいいいしかか売っっっててないのかななのちょっとはっきり覚えでまあどうしてもねその物理的な制約が当時あったということですが、はいね、あとちょっとあのいろいろと本当に伺いたいことがたくさんあるんですが、はい、ガンダムシリーズが当初発売された時にホワイトベースとか無才とか艦腺のリリースが優先されていたというのはやっぱりヤマトシリーズ成功を受けてのことだったんですかそうですねその通りですね。やっぱり戦艦が売れるだろううという最初の えー、読みですよね<ー>ただ、ガンダムをよく見てないからそういう発想だったんでしょうね、きっとね、あ。うん、わかります、あなるほど、ね、ガンダムをちゃんとリアルタイムで見ていれば、あこれはモビルスーツだよねっていう発想になったと思うんですが、えー、設定資料とかそういうものだけで判断して、無罪やホワイトベースだろうという判断したんじゃないかと思います。 そうですかそしてあの当時、バンダイはスケーブルモデルも多数販売してましたけれども、戦、はいまあね、車とかあの車とかオートバイとかいっぱい販売してましたが、社内のガンダムの評価といいますか、立ち位置っていうのは、どんな感じだったんですかそうですね、あのー、その前に宇宙戦艦ヤマトが大ヒットしてますので、えーはい、それでだいぶあのキャラクターモデルについては、あの認識が変わったんですけれども、ヤマト以前はですね、そのとにかく 模型メーカーはスケールモデルが王道なんだと、ね、えいうことで、スケールモデルを目指していたと、キャラクターモデルっていうのは、どっちかというと、組み立ておもちゃじゃないのみたいな、割と冷たい目で見られたことは確かでですねでも、加藤さんご自身もスケールモデル思考だったもちろん、あのー、やっぱり車とか戦車とか、ねはいえー、そういうものがあいいなと。 すね、あやっぱりあのそのタミヤ模型が憧、ね、れ、ね、の存在だったということもありますし、しかし、その宇宙戦艦ヤマトの成功、そしてガンダムの成功ということで、バンダイ社内の雰囲気も随分と変わってきたような、えー、そうですね、随分はそこで切り替わったと言いますか、発想を変えてあ、だからスケールモデルで培ったノウハウをキャラクターモデルに生かせばいいんだと、あ<ー>そういうふうに切り替わったんですね。 だって当時のです、ね、バンダイのスケールモデル、私もあの今でも持っているもの、いくつかありますけれども、すごくよくよよできてましたよ、ねうん、頑張ってるんですけどね、あのブランドがおおちゃんのバンダイというイメージが強くて、えー、プラモデルファンからはやっぱり、タミヤにかなわないと、あイメージがすいやでもね、12分の1スケールのオートバイですとか、あ,<ー>あと48分の1スケールのミリタリーシリーズとか、<ー>素晴らしかったと思いますけれどもね,ねって、私が言うのもなんですが。ね 12分の1のバイクのパッケージはです、ね、私が担当してたんですよ、実は。あれもずいぶん反対されたんですけど、やっぱりこうちょっと大人向けにやってみたかったというのがあって、これもある意味、タミヤさんに対するあれですよね、あ<ー>コンックスといますかあの、ホワイトパッケージではかなわないんで、坊さんのイラストを使ってみたいという。 ね、すごくセンス良かったですもんあだから B クラブの創刊号では坊さんの特集をされたんですかそうですねええ坊<ー>さんとはその頃お付き合いしていますか、ね、そうですか、はいはい、ごめんなさいちょっとあのお話を模型情報の方に戻したいと思いますけれども、はい、あの連載ラインナップの充実ぶりが本当にすごくて特に「ファイアーボール無限強戦士エリア」「スパイラルゾーン」うん「MS 少女」とたくさんありましたがその中の ラインナップに今出てきた中のお一人の方漫画家さんからメッセージを頂戴しているのでここでちょっと、はい、私が代読しますね。はいえー、ラジオネーム北崎拓 書いてます <laughs> まんまですはい、えー。こんにちは漫画家をしております北崎拓と申します、えー、今回模型情報 B クラブ時代に大変お世話になった加藤聡元編集長のご出演と聞きつけ初めてお便りをいたします何でも加藤元編集長模型情報時代はあまり覚えていらっしゃらないとか考えてみればそれもそのはず今から30年も昔のお話です当時僕は17歳の高校生でしたが漫画雑誌にと漫画を投稿する傍ら模型じゃ模型情報ホビージャパンなどに イラストもも送るはがき職人みたた。いいなことししていましたちょうど漫画雑誌でデビューが決まったのと同じ頃投稿イラストを見た加藤さんから直接お電話をいただきお仕事をいただけることになりました当時玩具で商品展開を企画中だったスパイラルゾーンのイメージコミックを描かないかというものでした 出版業務ほとんんど全てを加藤さんお一人でこなしていたと思いますなので、受験で上京し、それ用に宿泊した渋谷の旅館までわざわざ原稿を取りに来ていただいて、目の前で原稿を書いたという、プチ缶詰気分も初めて味わわせていただきました。<laughs> また当時同じく受け取ったばかりの長野守先生のアシラテンプルの生画校を見せていただいたことが駆け出し漫画家の高校生には強烈な刺激で今も忘れられませんその後もその後も山手線の中でおもむろにカバンから取り出して見せていただいた B クラブの創刊号正確には2号の表紙 レーザーでしたの色香を今度こんな本を出すんだよって嬉しそうに話してくれたことも思い出します、ね、とにかくいつも面白いことは何かできないか探している方でしたリアルで少年だった自分には大人になってもアニメの話を本気になってしていいんだなぁと教えてくれた最初の大人でした最近ではお会いできる機会もありませんが模型情報を B クラブ時代に受けたご恩には感謝しているのですとあの。いやー ね、いやー、ー田崎先生ですね、懐かしいですね、えー、最近お会いしてませんが、えー、あの高校時代の,そのハガキの投稿で、これはすごい高校生がいるなということで、直接電話を加藤さんがされたということですよねそうですね、あの頻繁にはがきに、えー、イラストを描いていただきまして、えー、美少女プラスメカみたいな感じので、すねこの子は才能あるなと思って、連絡取った覚えがありいやでも、スパイラルゾーンのコミック。 いきなり連載って大抜擢ですよね、うん、当時としては。そうですねあの基本的にあの新しい才能を見つけるのが好きなんですね、だからちょっと、<ー>あのまあ、才能があるなと思って、すぐ声をかけてしまう癖があるんですね <laughs> <laughs> 結構いろんな人に声かけてます。それからあの漫画家の時田光一先生からもですね大変お世話になったので、くれぐれもよろしくとメッセージを頂戴してるんですが。<laughs> はい 模型情報から巣立っていかれたクリエイターの皆さんって漫画家イラストレーターそれから、あのー、模型制作のプロの方までたくさんいいらっしゃいますすよねねそうです、ねあのー、結構、まあ、育てたというよりきっかけを作ったくらいのもんでんですけどね皆さん才能ある方がやっぱりこう模型とか好きな人多いんじゃないかなという,ふうに気はしますね。はまあその 才能が集まるということではですね例えば模型情報の企画で言うと MSV というのがあると思うんですよモビルスーツバリエーション、えーえー、モビルスーツバリエーションが生まれた経緯というのも私非常にエキサイティングなんじゃないかなと思うんですがああこれはですね、えー、あの模型情報の編集まああの手伝ってもらした安井さんという編集者がいるんですが、はいえー、この方がですねまあフリーだったんで当時講談社でいろんなことをやっておりまして講談社の企画として 最初はね、ザクバリエーションというような形で、えー、紙面展開をしていたんですね、ガンダム部分がすごくあったので、モビルスーツの商品化もほとんど終わってしまいましたみたいな、えー、そういう状況の中で、ザクをネタにしてバリエーション展開を講談社でしていたと、はいえー、いうことで、それに、えー、バンダイの開発が目をつけて、これを商品化しようということで、途中から一緒にやっていこうという話になりましたね。<ー> 安井さん安西さしさんですよね。あの、はい、この方も当時のですね模型についていろんなところに顔を出されるアイディアマンですよねそです、はい。そうですね。ねあの天才です私の師匠ですね。<あ>はいそうですか。そういう人ですはいはい、えー、そしてその安井さんを中心としてまたホビージャパンで活躍していたモデラー集団のストリームベースの皆さんもそうですね関わってはい。 思い入スーツバリエーションがどんどん盛り上がっていくわけですがあの私、びっくりしたんですけど、はい、MSV のロゴデザインって加藤さんがされたんですか <laughs> そうですね、私がやったんですけど、まあ、ちょっと今見るとバランス悪いなって反省をしてますけどすごいですよね、いや私もあのち,ょちょっと、ね、体が震えましたよ MSV のロゴデザインが加藤さんだって知ったときには。もともとデザインやって入ったもんですから。えー パッケージデザインとかやっていたんですね、はあ、だから模型情報がメインの仕事ではなくて、えー、パッケージデザインですね、ですから、えー、ザ・ブングルであるとか、MSV であるとか、あのパッケージデザインは、私が全部やってたんですザ・ブングルのパッケージデザインもね、白基貴重でかっこいいですよね。あれは戦、あ、車、のー、をイメージしてくれということで、書いてもらったんですけどね。えー、もう私の目の前に座ってる林アナウンサーも、はい、ザ・ブングル全部買ってますからね。はい、あそうですか <laughs> <laughs> ありがとうございますって、私が言ってるしかないですかね, <laughs> ね、アニメの世界が本当にリアルにそこにあるような、そんな印象がありましたね、当時そうですね、ですからあの、キャラクターモデルをスケールモデル的にやろうという発想の転換があったので、<laughs> ボックスアートもそういうふうにしたいと思ったわけです。 僕、でも今、お話を聞いていて、ガンプラを作るときも読者の要望から始まったわけでしょ、ね、MSV に関しても、講談社で仕事をしていらっしゃったフリーの方、外からの提案じゃないですかそうですね、はい、そういう意味では、外にあっても、あこれ、いいアイデア面白そうだなと思うと、自分たちでこう取り入れていこうっていう流れが、当時、バンダイにはっあったってことですかそうですね、かなりそういう意味では、自由な感じがありましたよねあの<ー>、ええ、自由にやららせてもらってもっますね。 そして1984年秋のモデルグラフィックス創刊号のインタビューで、ええ、将来的には月刊万代を出したいんですよと答えてらっしゃいますがすが、ね、はい言ってます、ね、ずっと目標ではあったんですけれども、ええ、要するにおもちゃメーカーが媒体を持って、そこからキャラクターを生み出して、それを商品化すれば、こんな強いことはないだろうというふうに思ったわけですよ。うん 非常に大きな夢というか、野望を抱いてらしたんですね、はい。そうですね。野望はついえましたが。が <laughs> いやいえ、ついえてないと思いますよ <laughs>。で、その月刊バンダイの夢がビークラブの創刊につながっていくんですね。はい、そうですね。はい。はあ、だけど、今はね、バンダイそのものがいろんなチャンネルを持って、実際展開していくことを考えると、まさに。三十年前のお話ですからね。ね加藤さんが切り開いた道というのは、本当にすごいですね。 いや,いやまあとにかく新しいことが好きなものですから、うん、前しか向いてないといますかね、うんうんまあ、その前をしか向いてらっしゃらないという加藤さん、現在のお仕事がまた非常にあの本当に時代の最先端を走っていくような会社で、株式会社、キャラーニの代表取締役社長を、ね、現在お務めてらっしゃいますがそうなんですけどねあの、まあ、バンダイで出版をもうやめるって言われて、ですねで、えー、メディアクセ会社に移りまして。はい でこれ出版これでできるなと思ってたんですが、はい、今度おおもちゃ会社をやれと言われましてです、ね、えー、キャラクターキャラインの前へ、トイズワークスで会社をらされまして、はいえー、そこで、まあ、せっかく来たのに、今度またおもちゃ会社になってしまったと。 でお茶会社やったら今度、キャラアニという会社になるからやれという話になって今に至ってるわけなんですけどね、はあ、しかし、このインターネット通販キャラアニドットコムをはじめとしてですねキャラクターグッズやデジタルコンテンツも本当にいろんなことを手がけてらっしゃいますよね、そのお仕事の範囲の中には AKB48 もい結局、インターネット通販と言いましても、ね、そこらにあるものを、えー、仕入れてきて売っても誰も買ってくれないわけですよね。はあ ですからそのあるものだったら何か特典をつける、はいえー、あるいはそれをここでしか買えないものを作る、えー、ということで、えー、AKB はその中の一つで、まあ、これは私が発想したというより、社員が頑張ってやってるんですけれども、えーえー、キングさんと組んで、えーまあ、握手券をつけましょうという話になって、今に至ってると。 ね、あ握手券をその CD につけるというのはキャラーニドットコムから始めたことなんですか、まあ、そのキングレコードさんとの中でそういうふうなアイデアが出たとへえ<ー>、はい、相変わらず新しいことに加藤さんの会社は挑戦していらっしゃるんですねそうですね、まあ、ついてると言いますかね私が発想したわけではないんですがそういう新しいことをやろうという雰囲気はうちの会社にはあります、ね、いや素晴らしい会社だと思いますだって今回のインタビューだって加藤さんの 部下の方からですね多分加藤さんに断らずに多今聞いて驚いちゃいました担当がですねかなりオタクな人なのではい。あの広報担当の方が気からじをねよく聞いてくださっているということで本当にありがたいことだと思っておりますはい。あの加藤さんそろそろお別れの時間となってしまいましたが最後にですね今後模型業界がどうなっていくのか一言伺いたいんですがいかがでしょうか うん予想はとても難しいんですけども、あのー、元々もともと、ホビーっていうのは、えー、自分が好きなことを、他の人がやってないことをこう一生懸命やって、どうだ、すごいだろう、にんまりみたいなところがあると思うんで、はい、ですからもっとこう細分化して、専門特化した、えー、メーカーがたくさんできて、これはここだよねみたいなのができてくれるといいかな、大量生産というよりも、もっとそういう専門特化した方がいいのかなというふうに思いますね。うーん もっともっときめ細やかにあるいはニッチになっていくということなんでしょうかね,うね、ええ、はいは<ぁ>そんな気がしますこれからの加藤さんの取り組みキャラにの方向にもですね<や>え非常に注目させていただいておりますのであ,ありがとうございますはい。今回はお忙しい中本当にありがとうございましたいやいやありがとうございました広報の方からですねラジオの機皆さんに、えー、プレゼントしたい手がありまして、はい、何でしょうはいえ。 えっと、うちの商品でトレーディングフィギュア日常のドイドバックスコレクション4.5っていうのがあるんですが、ええ、これを発行入りなんですが、これをワンボックス2名様にあら、はい 2> はに、い、それからですね、ええ、えっと出版をしてるんですけど、絵本で、ですね、ええはい、お隣の怪獣町内会1丁目というですねあのウルトラ怪獣をデフォルメした商品があるんですええええ、これをその、ええ、ほ写真を撮って、ですね、ええ、なんと柳瀬。 高橋先生の声がついた絵本<ら>。ね、まあ豪、豪華 <laughs>。非常に面白い企画なんですけど、うん、これを五名さん、満にプレゼントしたいと。 合わせてナ名様ありがとうございます。ぜひあでは応募方法などについてはですねこの後番組のエンディングでお伝えすることにいたします。はいあのお忙しい中ご出演いただいてプレゼントまで出していただいてありがとうございました。ありがとうございます。また機会がありましたらぜひご出演をお願いいたします。はいありがとうございます。はいお話は元模型情報編集長現在はキャラに社長の加藤聡さんでした。 は「聞かせられないラジオ」。な何?「聞かせられないラジオ」。「聞かせられないラジオ」。「聞かせられないラジオ」。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。ええ？ 本当に何度も言いますけれども感慨深いと言いますかいやー。 僕はでもガンプラの開発の裏話を伺ってまさに加藤さんってパイオニアななんだなと思いました、えー、これやっぱりなんかブームになってるとそれに乗っかるという商売もあると思うんですけどまだ形になってない原野みたいなものを自分の勘の中でパッと切り開いてこれだってこう仕掛けていってる姿勢が素晴らししいいと思いましたねそして私がすごいなと思ったのは今でもその雰囲気を感覚を失わずに、うんうん、そしてご自分が代表取締役を務めているその。 キャラーニという会社でも社員たちにね同じことをさせているというのがね素晴らしいなと思いました、ね、いい会社なんだろうねさてプレゼントいただきました、はい、キャラーニの 日常トレーディングフィギュア二ボックスそれからお隣の怪獣の絵本五冊合わせて七名様に差し上げます木、えー、からじまでお申し込みください締め切りいつにしましょうか八月十九日となっております番組のウェブサイトにアクセスしてくださいねプレゼント応募フォームにキーワードキャラアニとお書きになってくださいはい加藤さんが現在社長を務めていらっしゃいますキャラアニが今回のキーワードとなります、はい、来週は村山四次元押しれ 6回目ということで盛り上がっていきたいと思います聞かせられないラジオお相手は林田茂和と村山仁志でしたそれでは皆様ラタ毎週 考えの中にいますね小学生中学生の頃、まあ、これまで同じようなことを何度もこの番組では言ってますけど夢中になっていた夢中になって読んでいた本のそのまさに中枢部分にいた方に当時の話が聞けるっていうのは30年前のことですからねいやーすごいなあ,あるある種タイムマシン的なものを感じますね、うん、言葉にならないけど。 最近は同時にですね、ええ、30年前の出いうことじゃないですか。ということは加藤さんの30年前の年齢を我々は超えてるんですよね、多分おそらく。はあそ か、ああそうですね。自分たちが少年の時に見ていたあの大人たちのきらびやかなすごいなと思っていた大人たちの年齢を。自分はもう超えてしまってるんだけど、何もことを成していないということに対して、ちょっと、ちょっとした軽い絶望感も同時に僕は最近感じるんですよ。俺大人になれてねえなーって、この人三十歳の時にこんな仕事してるとか。四十の前半でもここまで行っちゃってるんだよねとかいう。まあ、年齢的なギャップも感じたりしますね。最近はね、宮崎駿さんの話を先週ね、しましたけどね。僕はね、一番最初にそれを。 感じたのは YMO の人たちがライディーンとかメトロポリスを作った時に20代後半とか30代全般だったっていうのを知った時に非常にショックを受けましたヤ世界に打って出てるんだよねヤンヤ25歳とかでこの曲作ってるのみたいなね <laughs> 自分がだから40後半になっていけば <laughs> <は>いなるほど当時のことを思い起こすと 自分は頼りねえなと思ってばっかりですね何を言ってるんですか林田さん何ですか穴穴大作戦があんじゃねえの10回もやったあそこですかほらあれはでもまださ長崎ではそうかもしれないけど加藤さんたちが相手にしてたのは全日本であり全世界だものある意味ちょっと違うな YMO だってやっぱり世界的なレベルだもん穴穴大作戦とはそら申し訳ないけどやっぱりねちょっと違う違うよね うん、そうか、世の中全体を動かすようなパワーがあるわけですよね。うん、うん、そこまでのことはなまあ、誰しもできることではないと思うけれど。 やれるってここととはすすごごいいだよねすごいですねでも本当面白かったのはホビーを分析されて他の人がやってないことを「えー、俺できるんだぜへ、えー、って見せびらかしたいっていうあの根本的なこう自分の中人間の、ね、なんか欲望みたいなものをちゃんと踏まえてらっしゃるってるんだなと思いました、ね、うん、そうですね他でやってないものを自分がやれるっていう感覚は本当にま,まさに何にもない世界から切り開く時の基本じゃないですか。 ね、な,なんかここで受けてるからこうとか、うん、これを真似しちゃおうとかっていう発想じゃないところがすすごいいなと思いますねあとはねやっぱり当時の1970年代後半のバンダイという会社の社風というのが大きかったんでしょうね。ですからここのの新しいいとをややっっててろうっていう野望満々の 加藤さんにあ君やってみなよ新しい情報誌もう好きにやっていいよって多分言われたんでしょうねだからそれまでも新製品ニュースというね単なる、えー、広告みたいなものじゃつまらないからと思って「えー、でタミヤの模型、えー、タミヤニュース」に 勝ちたい、でもなんか真正面から勝負するのはあれだなっていうんでね、えー、ちょっと違うやり方で、まあ、見た目は結構似てるんだけど違うものを作ってで,、えーでまあ、自分自身新しいことをやりたいと思っていながらそしたら模型情報の読者から「ガンダム」っていうのがすごいですよっていうのが来てじゃあ あじゃあそれやってみようかなってすぐ一歩踏み出してで周りの皆さんにも声をかけてで、えー、若い奴らがそう言ってんだったらじゃあやってみようかっていうんでバンダイという会社もじゃあガンダム出そうかっていうことですぐ動いたってやっぱり当時のその えー、ステップの軽さフットワークの軽さでそれをさせた当時のバンダイの社風というのが本当に素晴らしかったんだなと思いますね。今は、ね、あのとても大きい会社に成長しているのでまたちょっと変わっている部分というのもねあるんでしょうけれどももともとバンダイが持っていたその社風そうですね昔のソニーとかホンダとかあー、ね、かつて日本の高度経済成長時代に日本という 国そのものも育ててしまったようなその辺りのビッグネームの企業に通じるところがあるような気がしますねうんうんなんかね我々こう日常で生活していると周りのものってもう飽和しててどこにもマーケットがないような気がするじゃないですか <あー S 1> だけどやっぱりこういうまあベンチャー系の企業もそうなんだけどタミヤが作り上げた模型王国みたいなものがあるわけでしょうもうこれが全てであってえいやもう新しい分野って模型にはないんじゃないのっていうところに ガクッと入っっていったのののがこのガンプラの世界でしょそこに目があるというのはやっぱりバンダイ自身もガリバーのねタミヤに対してなんとか一矢報いよっというもちろん二番手としてのね気持ちも終わりだったでしょうしこうぐっと切り切られていくセンスとパワーが当時あったんでしょうねでそこの地平をぶわっと切り開いたわけですからねそうですねまあもともとタミヤ自体が世界の模型メーカーの中では新参者だった時代があってあそ,うかそうなんですよ であのタミヤが切り開いていったその時代というのはまあその10年前、20年前にねあのタミヤの,その成功神話というのがあってで、まあ、あとは林田さんの言った通り、もりタミヤさんがやっちゃったからこれ以上のものは入る好き <laughs> <け>ないよなっていうそう思うよねあっぱれでしかし、そのヤマトガンダムというねステップアップで切り込んでいって今、もうねあのタミヤとバンダイというのはその、まあ、比べる ものではなくて、もうタミヤさんはタミヤさん、バンダイさんはバンダイさんというね。もう猟友並び立つような間になってますから。うん、いやあっぱれなことですね。素晴らしいね。ねそしてまたね。このキャラにで出しているものが僕すごいなと思うのは、世代をあんまり限定してないでしょ若い方からご年配の方までご年配って言っても。まあかわいい。エロいアイテム。<laughs> <丈夫> <laughs> の喉の調子がよくないんですね、広い客層を相手にしているっていうのは、これ、簡単にいかないよ、絶対いや、あのキャラーニドットコムのね、ウェブサイトをご覧になったことがある方は、ですねあの非常にそのいわゆるオタク向けの商品をねた、たくさん扱ってらっしゃるような扱いというのは、そういうイメージを持ってる方も多いかもしれませんけど、でも、林田さんがさ大好<事>きなあ隣の怪獣ね。 お隣の怪獣もキャラにさんでね扱ってるわけだし AKB48 の CD「握手券をつけましょうっていうのもキングレコードとの話し合いの中でねキャラにから始まったとかですね。<うん S 2> 違う世代のニーズとかセンスを分かるってことはこれ相当な努力いりますよ。<あー S 2> かそこの世代のセンスをちゃんと分かっているクリエーターなり編集者ときちんとこの人と意思疎通ができるかがないと。 だって40代と20代のセンス記憶も生活仕様も全然違うわけでしょう<う>こことここで商品出そうと思ったらいや、相当いろんな情報も含めてで自分のセンスとのこう対比も含めて日々やっとかないと立ち打ちできないいと思います、ね、そして、そしてやっぱり経営者がですね <laughs> 若手にやっていいよってもう責任はもういいからね。 やってみなよって言った方ね<か>広報さんからの逆提案があるというような、ね、こういう素晴らしい会社ですね。もう予想私の、ね、本当に予想通りで、ね、あの先週あのメッセージを、ね、一部紹介しましたけどうちの社長にインタビューしていただけたら、ね、うちの PR にもなるし、えー、やってくれませんかって社長にあの。 とりあえずですね話もせずに連絡して企画して通しちゃうというねでそれを受ける社長みたいなああ参ったなあ分かったじゃあ出るよみたいなね。<laughs> だってね考えてみてごらんなさいよ我々媒体に出てる人間がですよ N.B.C の社長をインタビューしませんかって社長に何も言わずに他社に対して言うってことはありえないですもんねあの普通の会社はねないですありえないですよねう,うちに限らず普通の会社はないと思います <laughs> <うん S 2> はいすごいよなうんだから <laughs> まあ本当に極端な例だと思うんですけれどももうねパレですよいやあ素晴らしいですねキャラーニという会社 きっといい会社だ、すごいすね、面白い会社だと思いますね。ありがとうございますであの、ね。たくさんいろんな方がね、つぶやいてくださってるんですよね。んとキウイドールさんとかもですね、なんか、バンダイ静岡工場には何度も行ったことがあるみたいなね、あ仕事で出入りしてたんですか、キャラアニさんの事務所にも伺ったことがあるなぁと。 ははははたくさんねつぶやいてらっしゃるのであのあとで愛読したいと思いますが時々びっくりするような方がつぶやいたりね木からしのツイートはしてらっしゃるので <laughs> はいいや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  今回はちょっと感慨深かったなって五回目ぐらいですけど同じこと言うのはうんまさかこんなことがあるとは風立ちぬ見ました <laughs> 見ましたよ見たんですねもちろんですよもう一回見ますよあ見ますか僕ね <laughs> あの時も先週か行ったんですけど、うん、先にほらパンフレット買っちゃったんでしょ、うん、もうずっと封印しててもうん、他にも封印してたのがあって、うん えー、カズエタチーのガイドブックですね<ー>、えー、それと絵コンテ、はいえー、それと文芸春秋の半藤和俊さんと宮崎さんの対談<ー>それらをもう見終わった後一気に見ましたどうで,、ね、でしたかドンピシャですね僕はドンピシャでしたかあの映画僕はドンピシャですね、えー、だと思った、えー、もうドンピシャですねはい 特に文藝春秋のまたインタビューが良かったですねあ宮崎さんが非常に、あのー、話の分かる相手と話すと話って人間弾むじゃないですか、もうそんな雰囲気なんですよあ分か、分かりますよねっていう時代も共有しているし、<ー>さっきの20代と40代のセンスと違いじゃないけど。<ー>やっぱり インタビュアーが若かったり理解力不足の方だと宮崎さんってまあおしゃべりにはなるんだけれどもちょっとこうね一般的な話で終始したりとかっていうところがあるんだけど半藤さんとの話のやり取りってね結構深いところを突っ込んでお話になってるんですよある意味伸び伸び,びと。それがすごく新鮮でああ今回はこんなことをお感じになって作ったんだなっていうことがよく分かりましたね。 なんか、あの映画に対し、いろんな異論があるんですって。<laughs> 僕はわからないんだよ。異論反論オブジェクション。ね<え>、<laughs> なんかあるらしいですな。全くございませんね。全くない <laughs>。全くございませんね。いいんですよ。宮崎さん作ったんだ。から <laughs> 僕は毎回言ってるけど。いいじゃない。もうなんかさ。今回僕。 もうストーリーも全然一切言いませんけど今回僕はね宮崎さんが作りたいものを素直に作ったというところがもう僕は非常に嬉しくってやっぱりそういう意味で言うと「紅の豚」以来のこう宮崎さんらしさみたいなものを感じました本当にえあのいろんな小難しいこととかも含めて宮崎さんってずっと作る時に子供というアニメーションは子供のものっていうところが。 も,うもちろん今大人も見るんだけどそこがやっぱベースにあることがずーっとあって僕ね、うん、僕自身はですよあれは宮崎さんにとっても一つの呪縛だと僕は思ってるんですよえアニメーションは子どものものっていう一番最初にこうアニメーターとして始まった時からずーっと抱いていらっしゃる思いよねでも今回の分は「風立ちぬは」はその辺はもう取っ払って自分が表現したいものを出したという印象がとてもあって、えー、どんぴしゃでしたね。はあ、僕はねあの 好きな映画ですよ僕もね。だけど3つぐらいねあれ,あれここはこうした方が良かったんじゃないのかなっていうのが正直あります。おお<ー>、ええ、そうですか。ええ、まあ、あのー、公開が終わる頃一度じゃあ風立ちぬ談義をしましょうか。ああ<ー>、ね、いいですね。うん、エコンって買いました？買ってないか。最近のねあのー、ジブリのエコンティッシュってね。ええ 彩色してあるんですよ色塗ってああるるんんでですすよよ塗っ昔はほら単純に鉛筆だけの線なんだけどそれがねまたね本当にいい感じの絵ばっかりが連続してて今回は本当にもう区切るように見ましたねあこういうカットのつなぎとかこのシーンはここにこだわってんだとかこういうふうに見せたいんだっていうところがメモでこう書いてあってね相談事も含めてだら自分もなんかものづくりのね片隅にいる人間としては あこう表現ってこうやってやっていくんだっていうのをちょっと参考になりましたですねすごい刺激的だった「風立ちぬ、ね」のエコンテッシュうーんいやーいいですよね紅の豚と風立ちぬはどっちが好きですかどうかなまあ変な質問だったかな今今この年になってみて「紅の豚」をどう受け止めるかだなうん大きな違いがあると思うんです 性的な表現をししてていいるかしていないかはははで宮崎さんってこれまで踏み込んだ性的な表現って実はないんですよねあの方ね一切描いてないんだけどジーナとあのポルコ・ロッソの関係性っていうのはそういう関係じゃないですかもうねやっぱりだと思うんですよああであのストーリーからいくともうちょっと踏み込んだところをまあ 描,け描こうと思えば描けるじゃないですか、うん、でも描いてこなかったわけですよね、うん、踏み込まずにね、うん、あのピッコロ社の,あの娘との関係性もそうですよね、うんうん、なんかこう恋心というものはあるんだけどそこに性的なものって全くないじゃないですか、うんまあ、いわゆる男女関係<え>、ね、一切ないでしょうだから描いてこなかったのを今回はちょっと違う感じで描いているところがとても斬新でしたね、うんうん だから紅の豚を見た自分に今の,あの風立ちぬを見ると紅の豚がいいって言ったかもしれませんねでもこの年齢で紅の豚と風立ちぬを見ると風立ちぬの方がいいというような気がしますあの私の姉がですね、まあ、だから要するにその風立ちぬを見た人たちは、まあ、もうほぼ幾度音に大人向けの映画だっていうわけですよね。うん 子供が見るのはね、ちょっとね、みたいなね、親子連れで行くと、まず例外なくあの小さい子はね、退屈するでしょうからね、ストーリー的にはですね。私で、で大人向けっていうのが果たして何歳から上なのかってことなんですよねで。私の姉が言っていたのは、40歳以上じゃないかって言ってました。風立ちぬがわかるのはって。いや。 僕は違うと思う。どう思いますか。中学生からだと思います。中学生から大丈夫、うん。現に私の娘の同級生はもう大感激して、<ー>絶対にもう一回見に行くって言ってる友達もいるし、<ー>娘ももちろん見に行くでしょうし、中学生の理解力があれば、うん、あの世界はわかりますよ。わかる。で、事前の教育も受けてない年齢じゃないでしょ。だからあっちのそうだな。 男女的な部分については40歳なのかもしれないけれど時代背景とか根本的なストーリー理解という意味では僕は中学生は大丈夫だと思う。中学生。だしもともと子供向けじゃないっていうのももちろん原作も僕読んでるしモデルグラフィックスでベースのやつもねだから多分そうだろうなって分かって見てるから、えーえー、変にジブリだから子供向けとかいうところを期待して全くしていなかったので普通にごくごく普通に泣きながら見ましたけどね。<laughs> ゴクゴク普通に泣きながら見た僕ねちょっとがっかりだったのがねこれはネタバレじゃないからいいかなー半藤さんとの対談の中でこの間の「風立ちぬのドキュメンタリーでも流れたんだけど死者を見て初号を見て宮崎さん初めて自分の作品で初めて泣きましたってされたんですよ僕は見ていてああのシーンで泣いたのかなって。 思っててそれを半藤さんが泣いたというのは俺が思ったこのシーン、このシーンですかって投かけたら全然違うシーンなんですよ。宮崎さんが泣いたシーンはこれは言っちゃってもいいかなちょっと花粉を下げてあそこそこで泣いたんだそうですかー 意意外外ででしょすすごく意外ですね僕はやっぱりあのね男女としてのあそこの部分だとお僕も思ってたんですよ。で半藤さんも同じ質問してるんだけどそうじゃないんですってあーあーそこの時のその人たちの思いを考えるともう自分は泣けて泣けてしょうがなかった。<はー S 1> へえと思ってあれ意外でしたねやっぱ技術。技術者の立場に立ってるんですやっぱ宮崎さんの目線というのがね。 だしああうん自分は小さな軍国少年だったってこともおっしゃってました<ー>日本はすごいんだ<ー>世界に冠たる国だって言って突き進んでいった歴史があるわけでしょうん、うん、日本ってねでそこも今回は当然テーマの一つになってくるわけだからそういう流れの中で見ていってもそのあのシーンはもううなんんかって思うんです夢砕かれるような、うん、っていうか。 所詮この程度なん。現実ですよね。あ,<ー>あれが本当の現実だったわけですよ。相当、辛かったらしいですよ。え<ー>アニメで描かれている以上に辛かったらしいですよ。でしょうね。うん、人種差別もあったでしょうしね。うん、で、やっぱり、当時の人たちは、忸怩たる思いがね、うん、あったでしょうし。うんうん、でも、でも <laughs> あそこで泣くかなっていうのは <laughs>、僕はよくわからなかったけど。うん、つまり。 男女の方はまは分かっててというかもうドラマ,ドラマとしてちゃんと自分の中で表現しているしこうは,み出はみ出さないんでしょうね、多分ね思いが、ね、ちゃんとぜ全部がきちんと表現されていると思うんですんあのシーンは、ね。だけどその泣いたというシーンはもう溢れ出ちゃってるんじゃないかな自分が表現する以上にその向こう側奥奥、奥の方を覗いてという気がしました。し、まあ、しかし 意外ですね、うん、そこでなくとはね。そういうのも含めてね、あの文芸春秋の対談面白いです。はい、あはあ。僕も一気に読みました。夢中になって。逆に言うとやっぱりあの今回の映画もまあこれまでの宮崎映画は全部そうかもしれませんが、ええ、まあ無駄な部分っていうのがもう一切ないのねやっぱね。でも隅々まで、ね、トータル140分だったんでしょ。ええ、だからスケール長いんだよね。長いですね。でも140分感じなかった。ああそれはあります。うん。 おああもうこれそろそろ終わっちゃうよってわかるから <laughs> まあ終わらないでこれっていう感じだった正直出すとねどういうふうに締めくくるのかなっていうのはね、うん、思いながら見てましたけどね原案として鈴木さんに挙げたのが2プランあったそうですけどねもう1プランがいいんじゃないかっていう話もあったらしいですけど僕は今の構成にしたところが良かったと思いますけどね 夢と工作する部分があるでしょ、うんうん、あそこの構成がどうかっていうところは、随分と論議されたみたいですけどね。そうですね、そうですね、その夢との工作の部分はね、その批判的なことをおっしゃる方々もですね、はいえー、結構ついてきてる部分でもありますね、そうですね,ですね、えー。いいじゃないですか、<laughs> 僕はあれでいいと思うんだよな。うん <laughs> アニメーションって僕でもやっぱり基本は僕は夢だと思うんだよね。ない世界を描けるのがアニメーションの一番の利点だからでも実際に起こったことを書いているので今回は難しい部分がねたくさん完全な架空の話じゃなくって、うん、歴史上、ね、事実も踏まえた上でやらなきゃいけなかったから辛い部分もあったとは思うんだけど。 僕はあの工作する分はなんにもそんなギャップなかったけどな最初からもう本当にすっと入っていけたけどなうそうですねまあネタバレにない範囲でいうと僕はねちょっとね説明不足のところがねいくつかあったなと思ってて前作あの宮崎駿さんが脚本をお書きになって五郎さんが監督をされたえっと何なんだ,なんだっけ あのゲド戦記じゃなくて他の絵で旗振るやつタイトルが「なんとか国立小坂」じゃない国立、えー、小,小坂からあの中で僕はあ,のあの映画も好きなんですけど ちょっとあの不,満不満というかあれと思っているのが「コクリコ坂」についての説明がないんですよね一切ね「カルチェラタン」についてもないんですよね。で「海」のニックネームについても全く説明がないんですよね。それぞれほんのちょっとでもセリフの中で触れたりあるいは何らかのシーンの中でえ描けば済むことなのにそれをわざわざやってないっていうのはね わざわざなのかどうなのかわからないけどやればもうそれだけですごく見やすい映画になるのいいなとかね思う部分があるのですよ。それ同感ですそうですそういうところがね今回の映画にもちょっとあるんじゃないかなと思いますねああまあこの間ちらっとキーワードをね言ってたけど確かにあそこもねうんそうかもしれないですねであと他にもね一つ二つあるんですがそれちょっとねネタバレになるのでここでは言わないですね。 まあでも僕は理解できたからいいんじゃないかなわ <laughs> <laughs> からない人が見たら多分わからないだろうなって思うんだけどもうちょっと説明してした方がいいかなと思うそこはねだからあ,のある種なんかこう何て言うのかなその作り手の哲学的な部分に踏み込んでくるところでもあると思うんですよねえそこはねもうあえて説明しないのがおしゃれだったりあるいはもう分かってるものとしてもうそれぐらいもう ご存知の方が見てくださいよというね部分なのかもしれないし絵、うん、コンあのね本編見てこのセリフ何て言ってんだろうって分かんないところがあったから何て言ってんだろうと思ってエコンって見たらねあの言葉が聞き取れないようなセリフって書いてあるんだよね。 だからわ,ざとわざとわからないように作ってるシーンも絶対あるんだよ、<laughs> あなるほどねああここの言葉は聞き取れないとか言って、なんか、カタカナで適当な言葉をこを書いてらっしゃって、その通り声優さんというか役者さんたちが読んだのかどうかです、アとして。<ー> <laughs> なるほど、<laughs> 最初から。えー、あんのさんはどう思いましたかあ僕はね、あの、安野さん、そうだな。 まあ素朴な意見としては子どもの頃あんなにハキハキと喋ってた人が少年がなぜ大人になるとこうなるのかなってっ同感です <laughs> 同感ですそしてそこのシーンがね残念ながら2つ繋がってんだな <laughs> 俺あそこねなんかねワン,カッワンカットワンシーンなんかを入れればその音声的なギャップは防げたと思うんですよ思うんです納得できるかもしれないのだけど少年と大人のカットがね 確かつながってんですよ、うん、であまりにもあの少年の声のイメージが残って鮮烈に残っている中で安野さんがこう出てくるんですよね安野、うん、ですって感じで出てくるそこははやっぱり僕はちょっと あれでしたねねギャップがありました、ね、ただあのリアル世界ではですねはきはき喋っていた少年が大人になったらこうもっさりした雰囲気になるっていうのはままあることなので、ええ、えだからそのあの少年があの大人になったその途中にある何かこう衝撃的な出来事とかね文武、えー、両道のはきはきした少年が、えー、設計図の中に埋没する。 もう飛行機のことしか考えていないなな大人になった何か大きな出来事とか、まあ、中学生高校生ぐらいのなんか出来事とかをちょっと描いとけばなんかねそれを埋めるあの2つの声優さんを埋めるギャップになったの,あのギャップを埋めるものになったのかなと思わないでもないんですけどまあまあ正直ね。 まあ、描かなくてもいいんですけど、うん、そこにこう時の流れを感じさせてくれればよかったあそういうこと、ね、そういう,こう、えー、この人、この少年がこうなりました的なつなぎ方になっていたので、うん、あ多分感じたんだね、で音ってほら、後から入れるじゃない、はい、だから僕、どうしようもなかったのかなっと <laughs> 少年の雰囲気を持ちつつ <laughs> <あの S 1> 安野さんがあそこのファーストカットで、ええええ、こ,この雰囲気を踏まえつつやれればこんな美しいシーンないわけですよ、うん、この少年がこうなったってパッてわかるわけだからだけどここのやっぱり階段の差がちょっと大きすぎてギャップを僕は感じちゃったんだね、うん、こ,こ,ここにもうちょっとこう近ければ何の問題もないわ,わざわざそういう風になったいわれを作るようなシーンも作る要素はないですからね。 ストーリーとしてはそれでいいんでしょうけどやっぱ音が後入れっていうところがいっちゃうのう僕はねあの全般的にあのジブリ映画については思うんですがこの間、うん「ラピュタを、ね」をテレビで見て、うんうん、素晴らしかったので。うんうん 素晴らしかったですあれももう30年近く前の映画なんですけれども、うん、それはまあ映像とかね最,最新作と比べたらねいろいろと思うところもありますけれどもでもあのストーリー性それから声優の皆さんの素晴らしい演技いやもう本当に隙もない作品だなと思ってうん <laughs> 持ちや持ちやなんじゃないかなと思っちゃいあのね宮崎駿の世界だったかな、はあ、またねそういうムックボンがね 今年出てんですよ。うん、それにね、その声優のことについて書いてますよ。あそうです分析してやる。それはよくわかり、うんうん、まあまあわかりやすかった。うん、でもね、あの全部が全部ね、あの否定するわけでもなくて、うん、例えばあのルパン三世役の山田康夫さんなんかは。 ずっと自分は声優じゃなくて俳優ですってこうね障害をおっしゃってたしもともと声優という仕事はなくて俳優さんが声優をやっていた時代というのが長かったぐらいなんですよね日本のアニメーションというのは洋画の世界もそうなんですけどだからそもそも声優俳優という分け方をすること自体が間違っているのかもしれませんけれどもまあでもやっぱりこの間の「ラピュタ」を見てて。 声優さんたちの演技は改めて素晴らしいなと思ったしで、えー、かといって例えばあの物のけ姫の足高の演技とか僕は大好きなんですよねうん、あのー、声優さんじゃなきゃダメだというわけではもちろんなくて、えー、それぞれにオーディションで選ばれたあ素晴らしい配役もあったかと思うんですけれどもま押、あ、しなべてこの間のラピュアは素晴らしかったなと 思その宮崎駿の世界のムクボンの中で声優についてね書いてあって、はい、なぜ島本鷲見さんが出なくなったかっていう、はい、そこのいきさつのやり取りのところが掲載されていてああそうなんだと思ったのがどうもね宮崎さんってね<ー>余計なことされるのが嫌みたいね。で声優を本業でされている方々っていうのはどうしても与えられたセリフ以上の何かを 何かを自然にもう持ってしまうんだと<ー>それが取れないって<ー>どうしても取れない取ってくれって言って指示してもどうしても取れないんだって、うんうん、自分はもっとさらっとさらっとこうそのまんまやってほしいっていう感覚なんだけどそれに何かをもろうとするもろうとするっていう、うんうん、それがどうも嫌だと。うんでね、思ったんですよ見ながら<は>これ 宮崎さんって、アニメーターにも同じことを要求してるなと思って、<ー>自分が思った通りのこう,こういう形でやってくれと、うん、そうじゃなかったら、俺のこれよりも超える何かを出せよっていう、うん、そういう自分以外,に対自分以外の,その価値観とか、まあ、基本的に僕は信じられない人だと思うんだ、自分が一番すごいことを思ってるわけだから、だからそれのところが揺らがないので、あ、音に対してもそうなのかなって。 ちょっと思いましただから声優だから俳優だからっていう分け方はきっとおそらくされてないと思うんだけど何かをもられると嫌みたいですねだから安野なんでしょう安野,安野呼び捨してた <laughs> 安野さんなんでしょうけどねと思いますよあの一応フォローしますとですねあの安野さんの 演技というかあの雰囲気は僕すごく良かったと思うんですよ、今更さらのようですけれども、あくまで少年時代とのギャップがね、途中から僕も本当、全然気になりました、えーえーはい一番最初だけえー、っと思ったけど、その後は本当、えー、もうあれはああいう人だと思ってね、本当に途中から見ることができるので、えー、最初だけ撮り直せばよかったのにね <laughs>。<laughs> <laughs> また、少年時代のね、はい、あの主人公がとても素敵だったので。 うん、印象強いんですよね、やっぱりね。怒っちゃうんだよね、うんうん、声とかこう、えいやっ,ってやる感じがね。うん、もうな,なんていうか、いかにも宮崎駿作品に出てくる、正義の少年でね、うんうん、とても印象も良かったので、もうここまで喋ったら公開、<laughs> もう一回やるんですか、多分同じ話の繰り返しになってしまいますよ、<laughs> うね、もう多分1回分ぐらい喋ったよね、風立ちぬで。 じゃあ、公開が終わる頃なんか気持ち的に高まってきたらやりましょうかそうそね,ねまあもう1回は見に行こうとは思ってますあとね、ねこの夏はね外せない映画がいくつかあってパシフィック・リムは見ないといけませんねあ,<ー>あれはねねなんか評判いいです、ね、あああの監督さんがねあの <laughs> 日本の特撮とアニメが大好きな方なんですよねで日本の作品にリスペクトしつつ、うん、今回ねロボット対怪獣というすごい。 すごいシチュエーションの映画を作ってらっしゃるあとはガッチャマンとかうん見とかなきゃいけない作品ですけど私、ックムで横行だけ見ましたけど、うん、あの巨大な船をこう引きずっているシーンがあるでしょ下からなめてるもうこういう映像うわ、もう作れる時代になったんだと思ってあれは仰天しましたね船ですよ、船をこうズルズルって引きずるっていうディティールをよく思いついたなと思って。 もう描けないものは本当にないですね。な、ね、い,いですよね。ね船いや、ね、船をこうへし折るとか沈めるっていうのはわかるんですけど、船を引きずって街中歩くってすごいなと思って。あのあの映像の発想も含めて驚きましたね。楽しみですよね。楽しみです。8月9日公開ですね。ああそうですか。今週、はい、金曜日ね。うんとねこの夏は映画。 いい作品多いですねうん。皆さん映画館に見に行きましょうね。はい、大スクリーンでしか得られない興奮というのは確かにありますね。えー、じゃはい一作品だけ、はいえー、今日は用意しております。はいあ出ましたはい、えー、三条奈美美さん<い>ナンバー広志監督から儚い灯火びに物を思う八月暑い日々が続いてますね蛍が見たい 夏の夜ですと、はい、ホタルの季節はね、もうちょっと過ぎていると思いますけれども、なんだか木季刊時短、情緒あふれる雰囲気で、<laughs> 喉大丈夫ですか、<laughs> 関東と関東遠北もホタルはやっぱり7月ぐらいなんですか。えっとやっぱり梅雨の時期でしょうね。ホタルというとね。うん。まあついこの間東北はね強気しましたね、えー。そうか。時期によっては。 まだ飛んでるかもしれないんね。か愛らしいですね。いやー、なんというか、こんな木からじたんに会ってみたいですね。今週は木からじたんコーナーお休みでしたから、来週はえらいことですよね。来週かなり恨みがましい雰囲気になってると思いますね。というわけで。<laughs> ナンバー人志監督、ありがとうございました林田アナウンサーの喉もだいぶ辛くなってきたようなのでなんかね、先週の、ね、だから、木曜日でしたか、朝、朝ですよ、起きて突然、喉が焼けるように痛いんですよ、前の日、なんともないんですよ、朝起きたら突然、でもう病院行ったんですけど、最近、ウイルスじゃなくて、細菌性のものらしいんですけど、もう喉から、声帯まで一気にブワーって腫れ上がってるんですよ。 赤くなってるんです、はい、こそ俺あんまり風邪ひいても声が変わるってことはないんですけど初めてでしたねここまでガク,ガクッと変わっちゃうのはウイルスが入っちゃって最近<菌>ウイルスじゃないんだって最近なんだってへえ<ー>、うん、じゃあ風邪ではないまあでもね症状的にはもう風風邪って総合的な症状は風邪って言いますからねだから喉が痛んでもうその後は鼻水とくしゃみ で咳が、もう喉の腫れは引いたんですよ、喉の腫れは引いたんですけど、咳がやっぱ止まらないですね、まだ、まだ薬は飲み続けてますペロン実況の後でよかったですね、おっしゃる通りですね、ねはい、ペーロンね、良かったですね今年しのペロンはね、燃えましたね、たね私も喉が枯れましたけどね、今年の、<laughs> 枯れてましたね、エンディングでね、<laughs> あ,のあの決勝戦だって、すごいレースでしたもんね。 あんなねドラマが起こるとはね、この間テレビ中継も長崎ではありましたけれども、うん、見ましたもちろんですよ。<laughs> ねね、結構ね私、頭真っ白になってたんですよ、決勝戦の後はあ <laughs> ううとですかえいや自分が何を喋ってるか全然覚えてなかったんです、しゃ喋った後もう本当にレースの展開に夢中になってて、テレビで録画放送を見て、あ こういうことを喋っていたのかと思ってですね実況アナウンサーとしてあんまり良くないかもしれませんけれどもねもう本当にあのレースと一つになってましたね感覚的にはねあの年々面白くなりますねペーロンの,あの大会の,あの構図が。 そうですね、実は中学も接点ですよ、中学もです、ね、あの1つの中学校がもう今回12回目の優勝だったんですけどそれを倒さんとです、ね、いろんな中学校が頑張っていてー、えー、コースアウトとかあって失格になったチームが敗者復活戦で叩き出したタイムがです、ね、その優勝したチームよりも上なんです、実は。は<ー>だけど決勝はやっぱりそっちが行っちゃうみたいなね。 でターンがぶわっと膨らむんだけど後半のもう追い上げがすごくってで優勝しちゃうとかそういう中学校の構図もとても面白いし<ー>女子もだって1秒以内ですよさあ今回ねで逆転劇ですよすごかったですねで職域に関して言うと消防局がまあ優勝するかもって言われてたんだけど、うん、なんとターン後にうわっとコースオーバーしちゃうというですねもうを じゃんいやかじ取りの方になんかトラブルがあったみたいなですそうらしいです、ね、ギューンとこう、うん、それちゃうというですねいろんなドラマがもう全部もんで起こってたので面白かったですねまたねあのメインの一般レースはですね、うん、去年、一昨年と2年連続で長崎県外のチームが優勝旗を持っていってしまったということで、まあ、長崎の,その360年の伝統を誇る、ね、ペーロンチームたちはなんとか取り返してやろうということでね。 必死で頑張ってましたから、まあ、それが2年がかりでね今回成就して旗を取り返すことができてというまあしかしその取り返すことができたという中でも決勝戦のあの接戦でしたからねでも多分ね本当にうかうかしてるとまたないで持ってかれますよあいやあいおいの皆さんも365日練習してますからねね すごいよね世界一を目指してるんだってああいうねボート競技ってね、うん、実は世界各国あるんですよねドラゴンボートのね、うん、選手権で世界一というのを目指してるとねいやいやもう本当に今高山先生からもツッコミがありましたが長崎の人しかわからない話を今しておりますがいや長崎にはペーロンという面白い船競争があるんですよテレビ中継もやってますだから僕は <laughs> 言ってくれ <laughs> <laughs> 今回僕は提案したんです、ペーロン選手権をユーストリームで流しませんか、はい、<ー>ということあ、そうすると、もっと全国の皆さんにこの面白いレースが伝わると思うんですよね、うん、まあいろんなまあお金の問題とかねあったりもするのかもしれませんが、僕はぜひ。 来年はね、本当にもっと本腰を入れていや、やっぱりやったほうがいいと、強く主張しようと思ってますが、ーまあ、あのローカルにこだわることが、実はね、世界から注目されることでもあるというのは、もう本当にいろんな分野で起きてますからね。だし、あゆいのペーロンファンも見るよ、そ,あそうね、絶対。今回、佐賀からも参加ありましたからね。えー、らやっぱり長崎のペーロンというものが、国内大会の中では、もちろん老舗だし、一番ね、格式のあるものだって、皆さん、認識しては、 らいらっしゃるわけだから、それをこうやっぱりネットで出すっていうことは大きな意味があると思いますけどね。そうか、兵庫県の人も熊本県の人もひょっとしたら沖縄とかね、横浜でやってる皆さんも見るかもしれませんね。うんうん、だし、ユーストリームですから生放送ですから、ねあの、編集はありませんから、全レースに流れるわけですから。ますます私たちも失敗できませんね。失敗なんかしてませんもん。何言ってんですか。<laughs> 全レース実況してますからね、NBC のアナウンサーで。実況してるんだよね。ものすごいですね、それも。はい。 えというローカル話に花が咲いたところで、はい、皆さん長崎楽しいところなんでぜひ旅行とかに来てくださいよ来週は村山の押し入れ話パート6どこまでやるんだ多分次回で最終回ということでやりますので、はい、よろしくお願いいたしますそれでは皆様ラタ毎週ラタ毎週